ひねり打ち講座、どうも、かなほです。はい、今日はひねり打ち講座をお届けしたいなと思います。はい、今日ひねり打ちについてなんですけど、結構ツイッターでね、ひねり打ちの動画を上げてくださいというのをですね、リクエストを何回かもらってたんですね。はい、なので、まあ、リクエストにお届けして、ひねり打ちの仕方、お届けしたいなと思います。まあ、リクエストもらってなくても正直、まあ、これは絶対に覚えるべきものなので、まあ、もらってなかったとしても、絶対やってたんですけど、はい、やっとお届けできるということで、いきたいなと思ってます。はい。ちなみに、このひねり打ちね、僕はどうか、得意なのかって言うと、めちゃくちゃ得意な自信はあります。はい。うまいです。はい。ただね、結構ね、これね、なんだろうね、得意でも説明をする、できるように説明するっていうのはね、ちょっとね、悩ましい部分だったので、ちょっとまあ僕なりに、咀嚼して伝えることができればなというふうに思ってます。はい、そんな感じです。はい、今日の目次、いきます。まあ、ひねり打ちとは、ですね。はい、ひねり打ちの効果とは、はい、ひねり打ちの種類、こういうのありますよというのを説明します。はい、で、コツ。で、ひねり打ちの注意。で、練習の仕方。はい。こういう感じでお届けしていきたいなと思ってます。はい。よろしくお願いします。はい。まず最初、ひねり打ちとはですね。はい。まあ、ひねり打ちのやり方を教えてくださいよって言ってる人は、当然、意味がわかってるから、聞いてるんでしょうけど、初めて、もしかしたらね、なんだそれはと、初めて聞いたよっていう方もいらっしゃると思うので、はい。ひねり打ちと何かっていう説明からしていきたいなと思います。はい。これ何かっていうと、まあ通常時パチンコね、左で打つことが多いですよね。まあ海とか右に打ったりとか、スルー打ったりもありますけど、左打ちに打つんですけど、当たったら右に打ってくれ、みたいな台が結構増えてきましたよね。はい。まあ昔はなんかずっと左打ちな台が多かったような気もするんですけど、北斗のバトルゲームなのが、僕の中では最初の記憶があります。はい。で、右に、まあ打つんですけど、で、右に打つときに、ひねり打ち、要はワンツー打ちって言い方もしたりするんですけど、弱く打ったり、強く打ったりとかして、球の勢いを変えて、より多く球を取ろうぜっていうのが、まあ、ひねり打ちとか、ワンツー打法とか、そういう言い方をしてます。はい。なので、まあね、ずっとまあ、素直にね、右にずっと打ちまして打つんじゃなくて、弱さを変えたりとかして、多く取ろうと、まあ、同じこと言いましたけど、はい、そういうのがひねり打ちです。はい、よろしいでしょうか。はい、続きいきます。じゃあ、ひねり打ちの効果とは、これ何かと言いますと、後でね、今日じゃないですね、まあ、この間たまたま、ルパンラストゴールドという台をですね、取ってきたんですよ。打つ機会があって、取ってきました。はい、まあ、ルパンラストゴールドが、結構ひねり打ちの効果も得やすいし、なんか上にアタッカーがあって、上にまあ、天井引っ掛けられる部分も、まあ、若干あってっていう感じで、分かりやすいのでルパンラストゴールドを取ってきたんですけど、まあ、ルパンラストゴールドで、ね、ひねり打ちの効果をまずご説明したいなと思います。カミカミですみません。はい、ルパンラストゴールドなんですけど、ですね、まず昇級が15個、アタッカー2個入ったら15個もらいます。はい、15ですね。普通に打つと15個かける、で10個で昇級、10昇級ですね。アタッカーが閉じると、はい、でかける16ラウンドありますね。最高ラウンドで16ラウンドあります。はい、でこれが2400なんですけど、そこからですね、打ち出しの球も引かなきゃいけないので、打ち出しの個数が何個だっけな、160個ですね。なので、引く160。いますかね。イコール、いくつになるかというと、普通に言ったら、16ラウンドだったら2240個。はい。まあ、これで、例えばね、打ちっぱなしにして、球がこぼれるのとかあったら変わったりとか、打ちっぱなしでも、まあ、オーバー認証しちゃったりするときもあるので、まあ、正確な数値は違うんですけど、まあ、ぴったし止めて全部入ったと仮定したら、2240個。です。はい。で、ひねり打ちをしたらどうなるかというところなんですけど、まあ、15個変わらないですね。アタッカーに球が1個入ったら15個ですね。で、これが11に変わりますね。10個を11個無理やりぶち込むので、はい。弱強で10個目、11個目
ていう感じで、まあ、奥ぶち込むんですよ。はい。まあルパンね、僕まあ実際まあ後で説明しますけど、まあ12個ぶち込む時もあるんですけど、まあ11個ぶち込めたとしたら考えるんで、まあ、11個ですね。はい。でかける16ラウンド、これも変わらないですね。16ラウンドね、カウントで、はい。でこれが打ち出しの球が176個なんですよね。引く176個、つまり獲得出た球何個になるかっていうと2464個獲得できるわけですよ。はい。まあ実際はね11個全部成功するわけないですし、まあまあ成功するときもあるんですけど、はい、まあ、全だと成功することもありますけど、絶対成功するわけではないですし、まあこぼれる球もありますし、正確な数字じゃないですけど、仮にまあ全部成功したって仮定すると2464個です。はい。もう僕は残り数字系が苦手なのでちょっといろいろ思い出しながら話しますけど、じゃあこの差はいくつあるかっていうと、224個の差がありますよね。はい。1回の大当たりで獲得する球が224個も変わってくるんですよ。はい。これ結構でかい数字だと思いませんか。はい。じゃあ10日だったらこれいくらかっていうと、かける4で896円だな。896円。全くもう決め打ちもしないで普通に打ってピッタシ止めたとしたら、2240個しか獲得できない出玉を2400、決め打ちを入れたら2464個獲得できます。はい。224個の違いです。で、当価だったら896円、1回の当たりでひねり打ちをするかしないかでこれだけの金額が変わってきます。じゃあこれ1日10回16ラウンド取ったとしたらどう変わるかって言うと8960円ですよね。はい。どえらい違いですね。まあ多少の、まあ、スピードが落ちるので、スピードが落ちるっていうのはありますけど、まあ多少ですよ。はい、はい、これだけの差がつきます。はい。なのでもうね、1日このひげ日使える台でやるかやらないかって、まあ、スロットの目押しをやるかやらないかレベルなのかもしれません。僕はあのスロットはあんまり知識ないのでまだ、はい、よくわかんないですけど、そんくらいの差がありますと。だからそんくらいの効果があるんですよ。絶大です。はい。なのでやりましょうよというところです。はい。よろしいでしょうか。ちょっとねこれが邪魔なんで消しましょう。こんだけの差がありますよっていうのを、まあ、知ってもらえたらなと思います。はい、はい、いきます。次、ひねり打ちの種類ね。はい。まあ2つ書きました。弱強と、強弱パターンがありますよという感じです。まあ最近打った僕弾丸論破っていう台だったんですけど、あれはまあ弱強だとぶつかっちゃってダメだったんで、まあ、弱中とかにしたりもあったんですけど、まあそういう台もありますけど、まあまあ主に2つですね。はい。でじゃあ強弱はあんまりないんですけど、まあどういう台があるかというと、あの日暮らし、あれなんて言うんですか、めぐりって言うんですかね、ちょっと字があんまり読めなかったんですけど、なんかいろんな説があって、はい、めぐりとか、あとなんだ、まあ、うるせえやつだとかは強弱で跳ね返って弱で、まあ、追いつかせるっていうのもあるんですけど、大体はまあ弱強このパターンがですね、これは言い始めましょう。日暮らしとかうるせえやつとかね、うるせえやつとか、はい、あります。はい。ほとんどが大体この弱強とかのパターンですね。はい。で、まあ、海とかはまあ両方いけるんですけど、大体2を推奨することが多いですね、海は。はい。ただまあ僕は、まあ1で1の弱強パターンで海でやることが多いです。はい、です。よろしいでしょうか。はい。じゃあ今日は主にね、この弱強を説明していきたいんですけど、弱強どういうのがあるかっていうと、これも3分割分けました。はい。よく言われてますね、これワンツー打法、ワンワンワン弱くです。ワン弱く、ワンツー強く、ワン弱くジャブ強く、ツーストレート強く。はい。これどういう台があるかっていうと、まあ岐阜堂々とかですね。はい。あと最近の前出て、まだちょっとあんまり出玉も取れて当たってないのよくわかんないですけど、多分シンガロ、
もう、ワン、ツーっす。はい。これ何かっていうと、まあね、なんだろう、引っ掛けないとほぼ、引っ掛けないとほぼもう追いつかないみたいな。そういう台は、だいたい、ワン、ツーっす。ワン弱くのツー強く。はい。で、ワン、ツー、スリーはどういう台があるかというと、はい、どういう台があるかな。そうですね、まあ、サキとかだかな。僕がよく言ってたんですけど、サキとか、冬ソナとかも僕そうしますね。ワン、ツー、スリーにしますね。はい。もしかしたら、あとシンフォ2とかもそうか。結構出てきたな、話してて。エヴァ。エヴァの使徒神聖の方ね。はい。つらつら入ってますね。熱血でお届けしてますよ。はい。エヴァ使徒神聖も、ワン弱くね。ワン弱くの2、3。ワン弱く2、3ですね。はい。で、いってます。はい。まあ、これをね、なんでこう、ワン、ツー、スリーにするかっていうとですよ。はい。ワン弱めで2個、3個が追いついてくるかもしれない。っていうのと、1個目が死んだ、1個目が入らなかったとしても、強く打った2個目、3個目が入るかもしれない。はい。なので、ワン、ツー、スリーで打つということをします。はい。よろしいでしょうか。はい。で、ルパン。ルパンね。後で、まあ、撮ったのをお届けするんですけど、ルパンどうするかっていうと、使い分けます。はい。弱くいったなと思ったら、ワン、ツー、スリー。よくうまく引っかかったなと思ったら、ワン、ツー、スリー。僕はね。で、そこまで引っかかんなかったなかって感じだったら、ワン、ツーにします。はい。ちなみに、刑事漆黒も僕はそうしてます。はい。引っかかったなと思ったら、ワン、ツー、スリー。あんまり引っかかんなかったなと思ったら、ワン、ツーにします。使い分けます。はい。そんな感じです。よろしいでしょうか。はい。最後、三つ目。ワン、ラッシュ。ワン、ラッシュ。ワン、ラッシュ。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。はい。で、出ます。これ、まあ、どういう台かというと、あんま打ってないですけど、ゴッドとか、ちょっと前ですけど、ゼニガタね。ゼニガタ。強楽じゃないですね。はい。最近のゼニガタ。とかはもう、アタッカーがもうね、ずっと、まあ、ひんでって殺せるんだけど、もうすぐ確実に拾ってくれる。いちいち止める必要ないんですよ。はい。シンフォ2はもうね、ポッケが死なないんだったら、ワンラッシュでもいいです。ワンラッシュでもいいです。はい。で、この3パターンね。はい。まあ、計算して、どれがいいかなっていうことで考えて、打ちます。はい。これも、覚えればね、どの台でも大体適用できますんで、はい。ぜひ覚えていただきたいなと、思ってます。はい。ここまでよろしいでしょうか。はい。よろしいですね。汗をかいてます。今日はもう、僕の好きなことなんでね。これは、はい。はい。続きまして、コツ、これが難しかったんですよね。コツどう説明するかね。はい。まあ、ルパンラストホールドとかで言うと、だいたい、最後10個終わる、3つか4つくらい前に止めます。3つか4つ、まあ、7個、ただ、その7個目まで行くまでにも、ちょっと弱く打っていくんですよ。弱、まあ、左にほぼ行かないような強さで、弱く打って調整していきます。はい。で、7個。まあ、例えば7個入ったなと思ったら、8、9を単発で調整していきます。で、こんくらいの強さかなっていう。はい。で、調整していって、もう10個目の勝負の時ですね。10個目が弱くて、11個目、12個目で強く追いつかせるので、はい。勝負の時にも、ここだなっていうのを確信して、10弱く、11強く、12強くみたいな。もしくは、10弱く、11強く。みたいな感じでします。はい。よろしいですか？徐々に弱くしていって、まあ、3個か4個、最後の最終カウントの3個か4個目ぐらいにして弱くして、最後、ここだなと思った時に、弱く強く、強く強くとか、弱く強く、ワン、ツーか、ワン、ツー、スリーか、ワン、ラッシュか、をやっていく感じです。はい。まあ、僕はそういうパターンですけど、まあ、やってる人で、まあなんかね、人差し指で押さえて、右、固定して、ここの位置だなって止めてやる人もいますね。はい。で、僕みたいに、まあ、毎回こうやって調整していくっていう人もいます。はい。
どっちがいいのかはまあ分からないですね。はい、まあでもまあ固定できた方がいいのかもしれないですね。僕はそっちのパターンじゃないですけど、はい、という感じです。はい、ということでね、まあ、僕の撮ったまずルパンを見ていただきましょうかね。はい、ちょっとまあ口頭で説明しながら、お届けしたいなと思ってます。はい、まあルパンなんですけど、ちなみにね、ルートが、右打ちのルートが2つあるんですよ。はい、で僕いろいろ考えたんですよ。あの中強の方がいいんじゃないかなと。弱で打つと死んじゃうルートになっちゃうんですよ、弾がね、弾筋が死んじゃうルートに行くんで、中強の方がいいのかなっていうふうにいろいろ考えて打った台なんですけど、はい、まあ、結論は、まあ、10個目弱く行って左のルートから行って死んじゃったってなったのはそれしょうがないなっていう結論になりました。はい、なので、まあ、10個目が弱で左のルートから行って仮に死んじゃったとしても僕の中でそれは成功でいいというふうな、イメージでやってます。はい、はい、ということで、じゃあまあルパンラストゴールド僕取ってきたんで、まあ、こういうイメージですよっていう感じで、はい、見ていただけたらと思います。じゃあご覧ください。はい、ルパンの解説をしていきます。まず6個か7個目ぐらいまでは、まあ、徐々に弱く打っていきますね。で、まあ、7、8、9ぐらいを単発打ちで調整していきます。はい、今成功しました。成功したら藤子ちゃんがグッと打って言ってくれますね。はい、1、2、3、4、5、6で調整していきます。7単発打ちで8、9で10、11と追いつかせます。はい、今成功しました。1、2、3、4、5、6今7、8うまくいってます。で9個左に行っちゃった。でこんくらいかなと思って10個追いつかせます。1、2、3、4、5、6 7個目左8、9で10うまく引っかかったんで2個打ちました。で2個成功しました。はい、で30個返ってきました。1、2、3、4、5 6は左ルート、はい、いい感じかなと思って今は2個狙いに行きました。はい、失敗はしましたけどいい打ち方だったと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個今は追いつきませんでした。ただまあ勢いはこの時点でいいかなと思います。1、2、3、5かな、6、7、8、9、10追いつきました。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10今失敗です。はい、まあ、こんな感じですね。はい、ご覧いただきましたありがとうございます。はい、ということでね、注意点3つをお届けしたいなと思います。はい、まず1つ目ね、まあ覚えたなんか自慢したくなっちゃうかもしれないですけど、そううるさいホールもあるので、うるさいって言い方は良くないかな、ちょっとね、よく思わないホールさんもあるので、なるべく大きい動作でしないようにしましょう。1つ目ね、まあ、なんか、まあ、覚えてた時からね、こんなんだってね、やっちゃう時はやってる人がたまにうまく見かけますけどね、もうすごい端から端を見ても分かるんじゃないかみたいな感じでやってますけど、できるだけまあ小さい動作で、はい、今回ですね、今回もう本当でも分かんないぐらいやってもらいます。まあどうですかね、ホールによって使い分けたりしますけど、まあここまでやっちゃう時もありますけど、はい、まあ、なるべく最小限で確実に決めるやり方を、やってください。はい、1つ目ね、はい、2つ目あとパンクに気をつけてください。はい、シンフォギアの1とかアタッカーが結構下の方にありますよね。だから7カウントなんで、まあ、4個入って、あ、じゃあ5、6打とあ入んなかった、あまた打とうまた打とうまた、あ、まあ、入んなかった、また単発取ってやったら、もう時間になってもうアタッカーが時間で閉まっちゃう時がありますよね。はい、そうしたらもうひねりちゃんなり、むしろ打ちっぱなしの方が得なんじゃないみたいになっちゃうので、元も子もないのでパンクに気をつけてください。はい、3つ目が、強力すぎるので、まあ、ホルコンとかは気をつけてください。はい、まあ、ここのねひねりちの効果で説明しましたけど、やっぱりねもうかなり強力です、これやるとやんないかで、まあ、台によるんですけど、そこまで効果薄い台だったのがあるんですけど、ルパンとか僕がねお届けしたね、刑事とか結構
やるやらないで出玉が変わってきます。はい、なのでまあフォルコンでちょっと数値以上とか出るお店とかだったらまあやんなかったりとか少しまあ半分やるとか手加減してやるとか全くやらないとか、はい、まあ使い分けるようにしていただけたらなと思います。はい、あとまあ補足ですけど北斗味噌は僕やんないっす。はい、やってる人もあのいますけどそこまでまあ変わりないので、はい、僕は北斗味噌はまあ一人やんないです。まあそうですね、サミーの代はあんまりやる代はないですね。はい、そんな感じです。はい、でラスト、練習の仕方ね。これ練習まあまあやってお店で慣れろというのが本当ね、自転車と一緒なので、まあ、僕海に落としたいタイプなのでそれが一番いいっちゃいいんですけど、提案、まあ、ゲーセンでやってみたらどうでしょうか。はい、まあ、一発でやるのもいいんですけど、まあ、ゲーセンで借りて、まあ、当たってない画面でも、まあ、弱くこんくらいかって感じでね、あれをこんくらいかこんくらいかって覚えておいて、まあ、イメージしてね、僕の動画でまずイメージしてもらってからゲーセンで練習してみるのも、まあ、ありなんじゃないんですかっていうのを一応提案としてお届けしたいなと思います。はい、まあ左ちょっとね伝えたいことがあってちょっとまあいろいろあってこんがらがってしまいましたけど、イメージ湧きましたかね。はい、まあ質問とかあればしていただければと思いますので、まあ、コメントしてください。はい、そんな感じでお届けしました。まあ、次回は留め打かな、留め打の講座あげると思ってます。はい、そんな感じでよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。